アントニオと妻エウラリア王女アントニオでオルレアンスイ、ボルボンはスペインの王族、スペイン王子。フランス王、ルイ・フィリップ一世の孫息子の一人。また、イタリア王国貴族の第四代、ガリエラ公爵でもあった。全名はアントニオ・マリア・ルイス・フェルペフ・アン・フロレンシオ。フランス五名のアントワーヌ・ドルレアンで呼ばれることもある。アントニオは、オルレアン家のモンパンシエコー・アントワーヌと、 その妻のスペイン王女ルイサ・フェルナンダの間に生まれた子供たちの中で唯一生育した息子だった。父モンパンシエコーはフランス王ルイ・フィリップの末息子、母はスペイン王フェルナンド7世の娘である。アントニオが生まれたのは1866年母方のおばのスペイン女王イサベル2世の治政末期であった。2年後の1868年に スペイン名誉革命が起きると、モンパンシエ公爵一家はスペインから出国し、アントニオは外国で少年時代を過ごすことになった。野心家で自由主義者の父モンパンシエ公は、自らも亡命を余儀なくされた1868年のスペイン革命に関与していた。実は革命放棄はモンパンシエ公の金で準備されており、 モンパンシエ公は放棄でギリノアネイサベル2世とその家族を追い払った後自分がスペイン王位をかすめ取る気だったのである。しかしモンパンシエ公の王位3月計画は失敗に終わりスペイン暫定政府はモンパンシエ公ー一家を追放処分とした。1874年12月マルティネス・カンポス将軍のクーデタによってスペインブルボン家の王政復古が実現し イサベル2世の長男アルフォンソ12世が新王に迎えられた。その数ヶ月後、モンパンシエ公爵一家も追放を解かれ、セビーリアの本邸さんテルモ宮殿に帰還することができた。1878年にアルフォンソ12世とアントニオの姉メルセデスが結婚したことにより、スペイン王家とモンパンシエ公爵家の関係は修復された。1886年3月6日、 アントニオは国王アルフォンソ十二世の末の妹で2歳年上の獣子エウラリア王女と結婚した。国王の妹との結婚により、アントニオはマドリードの宮廷で王族としての公的役割を演じるチャンスを手に入れた。1892年、エウラリアがコロンブスのアメリカ大陸発見400周年を祝うキューバとアメリカ合衆国の式典に出席することになった際、 アントニオも妻の公務に同行した。しかしアントニオは新大陸で気まぐれかつ、無節操な性格をさらし、誇り高く洗練された。エウラリア王女は夫に恥をかかされた屈辱国に耐えられなかった。夫妻は合衆国から帰国して間もなく別居した。1901年5月31日、夫妻はパリのスペイン総領事の前で法的な別居を取り決めた。 1895年、イタリア王・ウンベルト・一世はアントニオを、イタリアのガリエラ公爵くらいの正当な、相続人として認めた。ガリエラ公爵位は、第二大公爵の未亡人が、アントニオの父モンパンシエ公に譲渡した爵位で、第二大公爵の実施で、本来の相続人である、郵便学者、切手収集家、フィリップ・フォン・フェラーリは、爵位相続を辞退していた。1900年、 アントニオは、ロンドンのサボイホテルで、ユダヤ系アメリカ人の富豪グッケンハイム家の、温蔵司祭さモングッケンハイムの未亡人マリ。アントニオは大っぴらに新しい愛人マリー・ルイーズとの恋を楽しんだが、愛人に忠実なわけではなく、1906年には、上流者公会の貴婦人たちとの王世を重ねるようになる。アントニオは別れ話を切り出したとき、奮撃した。 マリー・ルイーズに傘で滅多打ちにされ、歯を何本か折られたという。アントニオは贅沢なライフスタイルを貫き、モンパンシエ公爵家の莫大な財産を惜しみなく、宝刀に費やした。一方で、離別した妻エウラリア王女は、経済的に苦しい日々を送っていた。1919年、贅沢がたたってアントニオは、イタリアのガリエラ公爵料の領地を売却せねば、ならなくなった。 アントニオは1930年、パリで以前に比べると貧しい状態で死んだ。意外は、スペイン王室の一員として、エルエスコリアル修道院に安置された。妻エウラリア王女との間に、次男カズメを設けた。ありがとうございます。